さあ、そしてマッチを猫のアナルに。1ステージクリアして、また行けるところが増えているはず。コインを用意したりするからね。この左奥はショップだ、ショップだ。あー、またおしっこ。あ、違う違う、まだおしっこじゃない、これからおしっこになります。チョリン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 、お金を払って。あー、俺より先に。ちょっとそれは俺の役目。あー、飛び散る飛び散る。上へ参ります。さあ、こうしてる間にも膀胱はどんどん溜めているぞ。おや、これはサーバールームじゃないか。こういうとこにこそ執行をかけるか。あ、これは小さくなっちゃった。こういう小人になってやるステージかな。スクエ、うわー、これ俺がネズミとなるってことか。あー、ネズミでかいでかい、チーズになっちゃった。あ、やられた。ちなみにこれはいろんなところで言ってるけど、こういうエメンタールチーズの穴開きは別にネズミがね、こういうチーズ好きなんじゃなくて、発酵中にそういう空気の穴ができるので、それで穴ができるってわけなんですよね。それをジョーク的に、ワインでいうエンジェルシェアみたいに、ネズミがかじっちまったみたいだ、はははみたいなね、そういうジョークから来てるわけで、雑食のネズミだったらチーズ食べますけども、別にそこまでネズミはチーズ好きってわけでもないんですよね、っていう話をね、ほんといろんなところでしてて、多分これ10回目ぐらいです話すの。ハサミ、お、ブニ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 、次元爆弾が、次元爆弾じゃなくこれ PC の内部かな。あー、絡まったー、この触手で。あー、エロ同人みたいなことが起きずに死んだ。え、項目多すぎじゃないですかこれ。一度にたくさん入ったけど、そんなにスタンプ押せるほど要素あったか。さあ、今度はまた PC の中。お、ファンがある。ここに入ってズタズタになろう。まずメモリを持って、メモリを挿して処理速度を上げられぬ。なぜ、面白いな、こういう小人になるステージ。え、なにこれ、アリのスツンツンかっぽいね。アントマン、てか俺もアリになってる。トコ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 、はい、食わせて、持って。あ、2個目は持てない、持てた持てた。はい、食って食って。え、なぜ怒られたの。もちろんセーブドにはならない、コンプのためには必要な要素ではあるが。チェス、あれ、大きさ普通になった。はい、チェックメイト。ん、これどういうことだ。相手のキング、ナイトを、ナイトに乗って人馬一体、その上で、はい、仲良し。ちょっとオチとしてはいまいちですね。平和的解決に至ってないからセーブドにもなってない。まだ一ステージもクリアしてないぞ。さあ、にゃんこがいる。ネズミを待ち構えているぞ。ズン、あ、まあネズミにやられるなら本望かな。ということでネズミが出てきたので、このゲームは神ゲー認定ですね。うん、ハエ、逃げた。ミミズツン、そして反撃を受けない。あ、ロケラを持って武装してきた。で、芝刈り機にやられて全滅と。逃げ出そうにもカタツムリじゃ間に合わないから、何かもっと足の速いものに乗って逃げるしかないね。ハサミ持って、チョキンチョキン。これでどうだ、何がどうだなんだが、他のところはいけない。一応触手切っておきますか。でもコードが抜けて、あー、目の前の人、え、これ首取れた。
うん、触れるものいっぱいあるけど、引っ張ってで結局爆発するんでしょ。引っ張って、お、引っ張って食べて、パワーアップ。この状態だったらファンから抜けられるか。うーん、ダメか。カタ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 、そうはならんやろ。出発進行、しかし遅い。これじゃ間に合わん。あれかな、メモリさしてからの方がいいのかな。あれ、意外となんとかあった。メモリさして処理速度を上げてから早く行く。いやでもクリアにはなってない。そしてアントマン、え、何触った。俺今一瞬で死んだんだが、このチェスもね、どこ触れるだろうな。他、おじいちゃんに、えい、プレイヤーにダイレクトアタック、 KO。 これでクリアじゃないか。だね、やはり最後はパワーがものを言いますね。力こそパワー。猫のとこに戻ってきた。マッチ一本で、これから毎日家を焼こうぜ。そっそっそっそ、お、マッチに隠れて、バレてないバレてない、なんで。さあ、そしてマッチを猫のアナルに、イエスアナス。あ、やられた。余計なことするから。芝刈り機、そろそろ H を使って、あ、でも触れるとこ3箇所しかないね。あ、下の方触れたか今。結局これは一緒なんちゃうし、触れるとこ何箇所かあるね。これハサミを持っているとダメってことか。先に登るべきだったかな。で同様にユーザーが死んで、触れるものはこの5つ。やっぱメモリを、でもこれメモリ刺しただけだと展開進んじゃうから、ちょっと何か足りないね。いきなりダイレクトアタック、ダメか。お、下にも行けない。なるほど、このアリの大群にやられてしまうとってことか。触れるものは、まあ、とりあえずマッチを持って焼きチーズにする。お、刺した。これでバレないんじゃないか。コン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 、そんな、うるうる、チーズ食べちゃった。そしてドカ食い気絶部、やったね。まだやれる項目があったけど、おそらくあの状態でネズミに食わせたりとかがあったんだろうね。これ上に乗らずに体の方を、あれ結局一緒だな。先に上に行ってみる。登って、うわー、なーにここの横路、ボコボコボコと、いい湯だな。お腹が空いた？こいつの胃の中ってことか？パソコンの中じゃなく、あー、そして溶かされた。先にこっちを触って、あ、俺がメモリとなるのだ。俺の処理速度で、PC は危険な領域へと。ダメですね。持って。ダメだね。チーズごと。下に行くっていう手はどうだ？お尻の方から。ブリンチョしちゃう。あ、催してる催してる。ドゥン。ボルボルボルン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 、あー、出ちゃってます出ちゃってます、こんにちは。爆弾フロムアナル、アナス。しかし触れるものがもう残り少ないけど、複数回触るとかはあるかな。メモリ持って、お、テコの原理で失敗。
結局割れてしまった。もうほんとこいつに献上しまくるしかないかな。こっちに来て直接食べなさい。お、にっこり顔。こいつもどか食い気絶部で寝てくれそうだ。まだ取れない。寝たらこのハエたたき取れるようになってて、そんでそのハエたたきでこのアリを潰してってことだと思うけど、まだか、まだ食わせなきゃいけないか。順当にいけばこの持ってるものなんだろうけど何ももらえない。とりあえず巣を破壊されてと。メモリ持って他のところペチン。お、プクプクと膨れ噴火した。この状態で何をどうするの。出力上げただけじゃダメだった。持ってペチン、ハエをやってその上で、あ、ハエの羽をつけて逃げた。ラグナロクオンラインとかだっけ、ハエの羽みたいなアイテムあったよね。ダンジョン系から脱出だか一階層戻るとかそういう系だっけかな。持ってこの上で、これ折れるだけだし、あ、ガリ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 、そうだこれやってなかった。削って鋭利になりませ。ん、でも、でも結局一緒だな。あ、何やってないんだ、終わらないね。あ、いけた、隙間縫えた。あ、しかしもう時間がない。あいつを、あ、全部やられた。むしゃむしゃさせて少し止まってる時に外に出ればいいんだね。これで監視の目を逃れて、逃げろ逃げろ。ん？登り？何に登ってるこれ。鼻の穴。あー、もぞもぞ。あー、これは気持ち悪い。あー、そして自爆した。やったぜ。まだでもやり残し。あ、あ、いや、コンプいった。よーし。まあ、一個だけコンプしたところでってところあるけど、まあ、コインがもらえるからよしとしましょう。さあ、そして PC ステージ。何の見落としがあるんだろう。これがメモリになる。で、これは、この状態で、お、この状態で、どれだろうな。3分の1のどれか。メモリ持たずに行く。そのパターンもあるかもしれんから。お、引きちぎれる。よしよしよし。その上で、ぶっ刺して、項目はゲットできたが、クリアには至らず。まあ、順番はとりあえず分かったね。で、これで、変わらずか。じゃあメモリぶっ刺すところに、あ、口に入れてウィーン。俺がよりマシンになってダウンロード完了。そっちに出た Mac ピクセル。セーブド。そして 100%。 よしよし、これで全項目終了。救った。 Yeah。ポーズを決めて、マックピクセル。